西園寺章子は、第九十二代天皇、伏見天皇の皇后。鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての京国派の代表的歌人。十一位代表大臣、西園寺実験の長女。母は内大臣中野院通世の娘、秋子。女ン号は、永福門院。法名は、新旅言。次妹の西園寺英子は、亀山上皇の長期で、 末妹の西恩寺義子は、五代醐天皇の皇后、二条派の有力家人である。現存する和歌だけでも387種が残り、うち151種が直線和歌集に日集した。公安11年4月27日、十三味。昭和元年6月2日、前年に即位した伏見天皇のもとに受代、同月8日女後、さらに同年8月20日には、中宮のとなった。 実種は生まれなかったが、天智、五筋京子が生んだ、東宮種、ひとしを有志とし、手元で育てた。永仁六年八月二十一日、伏見天皇の上位に伴い陰号宣言を受けた。昭和五年六月二十三日に出家し、新女元と交する。広告三年五月七日、七十二歳で崩御した。伏見天皇の東宮時代から京国ため金が使えていたことから、 歌を、京国ため金に支持し、ため金や伏見天皇を中心とする、京国派の歌人として、玉洋和歌集、風川和歌集等に多くの歌を残している。ありがとうございます。